こんにちは六ですで、えー、今日は長野自動車道を走ってますが、ここね、海の,の先の、えー、滋賀という集落のところ走ってるんですが、ここすごいところなんですよね、えー、松本市になるんですけれども、ちょっと陸の孤島みたいなところで、でここ、皆さん知ってますか、えー、緊急車両、救急車出入り口っていうのがね、えー、あるんですよね、えー、滋賀のバス停を過ぎて、えー、この先、はい。 えー、下から、ね、合流してくるのが左に見えますでしょうか、えー、ここってね、えー、使ってるところって見たことありますか、えーあのー、この前出てきたんですよ、この映像です、ご覧ください。はいえー、ここで、ね、バス停が見える、ちょっとね、解像度悪いけど、回転灯がね、点灯しているのが見えたんで、えー、ブレーキか寄るか、ちょっと右に寄ります救急車入れてあげます。 はい、合流してきました。緊急車両が。はい、えー、ということでね、えー、滋賀のバス停のところの旧緊急車両出入口のところから救急車が出てきたよというね、珍しい動画が撮れましたという、えー、動画でした。それではまたお会いしましょう。JJ0TRJ、ロックスケでした。さようなら。